どうもしゅんです。こんにちは。今回は自己 PR のガクチカがそんなに強いもの持ってない人って多いと思うんですよね。でそういう人向けの動画です。元リクルート採用責任者の辻さんにお越しいただいて、実際の就活生の方の自己 PR をですね添削していただこうと思っております。原宿大学3年生の小倉瑞希と申します。本日よろしくお願いします。私は2つ会社でまして、大学教育と就職活動の目尻を直し、大学生の就業力を向上させる会っていう、これ NPO の代表と、もう一つは、就データセンターという、学生の成績表を使いやすく企業に提供するっていう会社と、この2つをやってます。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回は学校の成績を自己 PR にどのようにして使えるのかっていうところを、この動画を通じて伝えれたらなっていうふうに思っております。では早速、小倉さんの方から1分間の自己 PR の方をお願いできたらなっていうふうに思います。私は大学2年時の夏、2ヶ月間アメリカに短期留学をいたしました。その際は8人の海外生徒と共同生活を送りながら異文化交流をしました。語学学校では毎日2人以上に話しかけるというのを目標に掲げまして、2ヶ月間で80人の友人を作ることができました。言語や文化の壁を感じることなく、円滑にコミュニケーションを取る力が身につけられたと考えております。以上です。ありがとうございます。はい、辻さん的に今の自己 PR 採用担当だったとしたら何点ぐらいですかね。見方にもよるんですけども、企業の人が知りたいのはどんなことを苦労したのとか、でなぜそんなことをしたのとかって、多分その次のことを知りたい。でそれは多分仕事に影響する話になってくるんです。できれば今の1分間でも40人されるほど頑張ったんだけども、その中で特にどういうことが困って何かみたいなものを入れるとより良かったかもしれないですけども、人間って物事を判断するときにほぼ9割は目からの情報で判断するって話聞いたことあるのかな。だからね、何言ってるかもすごい聞いてるんですけども、それ以上にどんな雰囲気なんだとかどんな話し方なんだとかいう、ある種コミュ力と言われてるものがすごく重要になってくるね。その点言ってる話の内容と印象がすごくマッチしてるので、あ、多分本当のことなんだろうなというには思われてます。成績を使うではなくて、どういう授業を取ったとか、どういう行動をしてたとかっていう、そこでのやってきた行動を使うってことなんですね。なんか学業になってきた瞬間にね、成績がいいか悪いか、以上って。だから学業でもどういう考えでどういう授業を取ったりとか、そこでどういう授業の受け方をしたりとか、テスト対策をどんな風にしてたりとか、それぞれの行動があるじゃないですか。その行動をうまく就職活動に使いましょうと。じゃあ本当学知科と一緒で、なんかどのように考えて行動したかっていう、その過程の部分をうまく伝えるようにするっていうことですね。そうなんです。でなおかつ成績表という結果があるから伝えやすいんです、はい、そうですね。学業から自分の特徴ってどんな感じやったのかなっていうのを考えていこうか。全体のバランスで言ったらさ、学業も学業外もどっちもいろいろしたいと思ったのかな。そうですね。でも学業が優先っていうのは思い割りました。なんで学業優先だったの？両親が大学行ってないんですよ。母が特に本当は大学に行きたかったけど行けなかったんですね。なるほどね。で学業は優先しようっていうのはなるほどありました。空いた時間をバイトとかして、要するに大学生しかできないことをいっぱいこう詰め込もうみたいな感じだったね。遊びたくてそうだね、遊びたいのも遊びたいし授業とか割と出てた。津田塾がすごい少数の大学なので、代わりに P とかが絶対できなくて。そうか、出席が重視なんですよ。これ留学した時単位ついてないよね。これついてないです。お金はどうしたの？親にも出していただいたし、私もアルバイト2つしてというのと、実はこの GPA がちょっとあったので、奨励金をいただけた。ちょっと狙ってた。入学した時に先輩にお話を聞いてて、GPA がいいと、いい協定校に行けるよって聞いてて、それで、あ、成績もじゃあ一応っていう思いは。なるほど、そうだそうだね。その2つの思いで学校の GPA も気にしていたのかな。他の人と違う授業の選択をこういう授業を中心に取ったとか覚えてることある？国際の文化とかに興味があったので、それに関係した授業。海外の文化みたいな。そうです。あと女子大なのもあって、女性のキャリアだったり女性学とかですね、そういうのは興味があったので自然と選んでいきましたね。ほとんど全部 A ってすごいね。いやあんまり手を抜かないんだよ。でそれってね、会社に入ってから素晴らしいです。だって手を抜かない人って絶対伸びるもん。一緒に働きたいって思いますよね、企業さんも。
成績とか単位数落としたことある？単位とかないです。ないよね。すごいね。いやいやいや、私大学で仲いい子が私より上の子ばかりなんですよ。だから私そんなにすごいって思ってることがなくて。なぜその人は全部成績いいんだろうね。他の子も勉強もするけど他もする、そんな感じなの。そうですね、すごい効率がいい子が多くて、うん、そうだよね。でもそういう人ばっかりじゃないでしょ。もちろんたまにすごい子もいますけど。そうだよね。でもそういう子もそういう子でなんか楽しそうでいいなと思います。そうだよな。だから私も遊びたいっていう気持ちもあったので、うん、友達とカラオケホールすることとかもたくさんあったんですけどでも一限は絶対行くって決めててなるほどね。行ってました。面接ってさ、企業がなんかこういう人欲しいなーとかぼやっとあるわけよ。大体の質問って2つか3つしかないし、あとはそれから追加質問されていくから、した方がいいのはエントリーシートでも面接でもできれば1つの質問で2つぐらいのいくつかいいことをできたらそこに言ってしまった方が、これだけじゃないんだ、これもこれもあるんだ、だしこれもこれもだったら、あれこれもうちょっと聞きたいなとかって思う。学業のことってこの成果があるし、で結果がはっきりしてるから、エントリーシートにしても面接にしてもあえて短い付け足しでもう一個言える感じになる。でね、なるべくたくさんのこと言っていく。例えばじゃあこれが長所っていうのもね、今と違う言い方もできるはずでね、長所っていうのは何かあったら、私は自分のしたいことというのを一生懸命やりながらも、やらなくちゃいけないことっていうのを同時にやってるっていうのは私すごいなと思いますって言い方もできるよね。全て事実から説明できる。今まではその事実を証明しながらだと、そのためにエピソードが必要っていうふうに思ったら、ちょっとの付け足しだと2つのことを言う。一連のちいさんの話が終わった後に、水木さんの方から修正した自己 PR の方をちょっと考えていただいてお話しいただけたらなっていうふうに思っております。ということで、今合間時間に水木さんの方に学業のことを盛り込んだ自己 PR を考えてきてくださいました。ということでお願いします。私の強みは何事も諦めないところです。課外活動だけでなく学校の授業にも力を入れました、大学2年時にはアメリカに留学したり、アルバイトを掛け持ちしてやったりと課外活動に力を入れる反面で、ここでは授業を休まないと決めて必ず授業に出席しました。結果として単位を落とすことなく GPA も 3.4 を取得することができました。時間を無駄にせず楽しく充実した学校生活を送れたことは今の私の自信になっています。以上です。下の面接は今のは急にやだからさ、多分今のよりはもっと課外活動が何があったかとかいうところとか、そこでどんなことがあった、留学先でさこういうことしましたっていう具体的な話をした方がいいと思う。で、仕事って多分日常的なことでちゃんと努力できる。で、それ今伝える方法がなかったけども、学業のことって結果見せれば割と伝わるので、ぜひちょっといろいろ考えてみてやってもらったらいい。はい、ありがとうございます。最後に本日の感想を水木さんの方からお願いします。今まで学業を自己 PR に入れようって思ったことがなくて、 GPA って言っても正直自分がどのレベルにいるとかもそもそも意識したこともなかったんですけれども、今日お話を聞いたことで強みになるんだなっていうのは新しい発見で、数字で出ているので伝えやすいなっていうのは感じました。視聴者の方の中にも目立った強いエピソードがないっていう方も、ご自身の成績であったりとか学校での授業の様子とかを自己 PR に盛り込んでいただくと、より説得力のある自己 PR になるのかなっていうふうに思います。辻さんのチャンネルでも学術家研究会という今のお話のより詳しいバージョンをいろんなお話をされているので、よかったら覗いてみてください。ということでですね、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。